姉さん。私は ごきげんよう。私からのお願いです。それ。アイギス。来たんだね、ゆかりちゃん。ちゃんと考えてくれたんだ。そういう顔してる。はい、ゆかりさんが伝えてくれましたから。灯火はすでに4つ。この戦いに勝った方が真の鍵を手にする。聞かせてくれるか、アイギス。君がどうしたいかを。私はまだ過去には戻れません。だからこの鍵は譲れないです。そうか、私たちのたもとは分かたれたんだな。ええ、大切だからこそ譲れない。辛くて悲しい。でも間違ってもいない。そうこの子も教えてくれましたから。姉さん。むしろちょうど良かったかも。最近のアイギス、出会った頃のメカっぽくて張り合いがない感じがしたじゃない。戦いたくないって、鍵を自分から渡してくる。そうなっちゃうかもって思ってたんだ。でも今のは生きてるって思えた。そんなあんたになら思いっきりぶつかれる。そうでしょ。ええ、覚悟してきました。私だって彼のこといい加減じゃないんですから。だったらおしゃべりはおしまい。行くよアイギス。絶対に私負けないから。覚悟はいい？マジにぶっ壊す気で行くんだから。互いに全力、手加減なしで行こう。これが最後。アイギス、行こう。この状況はペルソナ発動。ここいる。姉さんに役立つのは召喚。決めてやる。やりましたね。私の覚悟。覚悟してよね。どうしたの？こんなもんなの？来て、イセス！異変を感知。これでどうだ？やるな。召喚の時です。スカー！
ペルソナ。私の覚悟、ペルソナ。凍える。姉さんに役立つのは。この状況はスカーハ。さあペルソナ。まだまだ全然へっちゃらなんだから。今研ぎ澄ます。やはり一筋縄ではいかないな。ペルソナ。私の覚悟、スカーハ。凍える。エオルギア、いけそうです。隙だらけです。このままじゃ。やっと、この力で守る。ユカリエ、すべて君の思いは私が継ごう。集中しましょう。これが私の願い。行くぞ、アルテミシア。この状況は、これが私の役目。役立つのはペルソナ。さすがの力だ。だが悪あがきさせてもらう。これでどうだ。予測の範囲ですね。私の覚悟、ペルソナ。消耗してますね。回復を急いで。決めてやる。この状況は微心。体力ピンチ。攻撃される前に回復を。からの。ペルソナ。痛い。召喚の時です。ビシム。このままでは。さあ召喚。まずいか。これでどうだ。
じゃあアイギス、これを。私、アイギスの考えに賛成する。あなたが決めたことなら信じられるから。これが真の鍵。こんな言い方変かもしれませんけど、皆さんが無事で本当に安心しました。そうだね。でももう本当に戻らないの？おい、会いたいよ。会いたい、彼に会いたいの。理屈なんてない。前だけ見ようって大人になろうとした。負けたんだし受け入れるって。でもやっぱ無理だよ、大人になんてなれない。ゆかりさん、そんなの。私だって彼と約束した。頑張ってもう二度と滅びを欲しがったりしない世の中にするんだって。だから私、過去はもう捨てて絶対前だけ見てよって決めたんだよ。ゆかりさん。でもあんな冷たくなった手を握って一方的に話しただけの約束で終わりなんて。ゆかり、辛くても向き合うのをやめれば傷はずっと癒えないままだ。じゃあ向き合ってればいつか傷が癒えるの？いつかは納得したり忘れたり、そういう風になれるって？そんなわけない。そういうの私たちが一番知ってるはずじゃない。それでも、いや、それだからこそだ。ゆかり、私にも彼との約束を果たさせてくれないか？君と同じで本当に一方的な約束さ。彼は私にたくさん教えてくれた。人生の宝となるようなことを山ほどな。なのに礼の一つも言えずに失って後悔した。とても。だから決めたんだ。今度こそ私は私を救ってくれた人に報いる。身を捨ててでも味方をして守るんだと。その一人がゆかり、君だ。私？君にとっては大した意味もないことだったかもな。それでも去年、あの時に君が私のそばにいてくれたこと、あれは人生で最も幸せなことの一つだ。あの時のように今度は私たちが君のそばにいたいんだ。ミツル先輩。絆を結んだ人との別れは辛いな。でもそういう辛さはこらえなくていい。ゆかり、君はずっとこらえすぎだ。あれから無理に前を向こうとするだけで泣こうともしなかったじゃないか。私たちの前で無理はしなくていいんだ。それもまた絆がくれる力ではないだろうか。
娘に会いたいです。でも私考えたんです。あなたが言ってくれた通りにちゃんと。それで気づけました。少し聞いてくれませんか。彼が力を使ったあの瞬間、本当は何があったか見に行きたいんです。私たち彼に何があったかをきちんとは知らないでしょ。それも知らずに正しい選択はできない。だから鍵はまだ使えない。皆さんの思いや考えを聞いて、これが私なりに出した答えです。本当は何が起きたのか。そうですね、僕も知りたいです。想像じゃなくちゃんと分かりたいから。俺っちも賛成。でもそんなんできんの。過去に通じる扉は全部消えただろう。残った扉はあいつの部屋ぐらいしか。いいえ、扉はもう一つありますよ。いつも使っている扉。そうか、ポロニアンモールに通じてる扉か。扉は立ち入る者の意思を反映する。私たちが強く望めばあの扉から過去を覗けるはずです。なるほど、確かにやってみる価値はありそうだ。どうしたの？私考えてみたら役目もう何もないなって。そのひどいこともしたし、一緒に行かない方がいいかなって。お前何言ってんだ今さら。今回のことは俺らみんなが反省だ。ひどいも役目も関係ねえだろ。むしろ俺たちがこの現象の原因であり揉めた発端でもあるからな。最後まで俺たちに巻き込まれてもらうぞ。言ったでしょ、あなたを一人で置いていったりしないって。それにしても扉がうまい具合に一つ残っててラッキーでしたね。まさに渡りに船って感じで。言われてみると確かに妙ですね。あの扉の役割が戦いの準備なら、原因が消えた時点で消えてないと変です。鍵が出たことで戦いは本来は終わっているのに今も残っているなんて。他に役割のある扉だったとか。こう考えれば辻褄は合うんじゃないか。あの扉の役割が戦いの準備で、それがまだ消えていないのはまだこの場に倒すべき敵がいるからだと。全ての原因は私たちの内なる思い。アイギスの提案はその原因である痛みの核心に触れる行為だろう。得体の知れない何かが待ち受けていてもおかしくはないと思わないか。じゃあどうします。やめますか。もしそうならなおさら行かなきゃ。そうでしょ。これが最後の試練というわけだ。なんかこの感じ懐かしいっすね。1月のことを思い出しちまう。扉の先に何がいるんでしょうね。また大きいシャドウが出るとか。正体を今考える必要はないさ。何が出てきても真正面から向き合うだけだろ。そうですね、私も全力でバックアップするだけです。皆さん行きましょう、一緒に。何と出会っても私たちは負けません。行きましょう。
ここは、これは、今までなかったのに。まだ真の試練が残っているという予測は正しかったようだな。戦いの準備を万全にした上でここから迎えというわけか。上等だ。見届けてやるさ。どんな真実だろうとな。ありがとう。よかった。マジそれな。あのさ。